こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。サンシャインチャイム、好スタート。イクノディクタス、この馬も好スタートを切りました。ブライトライツ、前に行きそうです。シルバープリテンダー、それに続いています。さらにはシャドウフォレスト、9番サンシャインチャイム、その後ろ。もう一度先頭から、先手を取ったのはブライトライツ、5番イクノディクタス、2番手を追走しています。すぐ後ろにサンシャインチャイム、その外からシルバープリテンダー、その後ろからはブリリアントアヘッド、リンドナイト、そのうちに続いています。その隣にブロリーサマー、その横にスターオブコジー、オリエンタルセカンド、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。シェルポート、先手を取りました。すぐ後ろにブライトライツ、イクノディクタス、後位をキープ。その隣にシルバープリテンダー、サンシャインチャイム、すぐ後ろ。少し間が空いてブリリアントアヘッド、リンドナイト、すぐ後ろ。その後ろにブロリーサマー、メイプルアクトレス、そのうちに続いています。その隣にスターオブコジー、並んで2番アワッド、しんがりからシャドウフォレスト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はシルバープリテンダー、シルバープリテンダー、後続を引き離す。ここで先頭が入れ替わりました。ブライトライツ、シルバープリテンダー、2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はイクノディクタス、イクノディクタス先頭、2番手はブライトライツ、あと 200m、 イクノディクタス先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はブリリアントアヘッド、イクノディクタス1着、イクノディクタス1着、2着にはどうやらブリリアントアヘッド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。イクノディクタス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。グレートビクトリー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。スピンピアリス、前に行きそうです。グレートビクトリー、それに続いています。さらにはデュークロケット、11番エリンバード、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはスピンピアリス、並んで5番ステイステップ、その外にブルーウィンズ、その外からキーオブラック、内からはグレートビクトリー、緑の帽子エリンバード、その後ろビコーペガサス。いい位置です。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ステイステップ、2番手はスピンピアリス、ビコーペガサス、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はステイステップ、スピンピアリス、続いています。キーオブラック、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ステイステップ、先頭、差はほとんどない。2番手はキーオブラック、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わったキーオブラック、後続馬も足を伸ばしてきました。あと 200m、 キーオブラック先頭だ。キーオブラック粘る、リコーペガサス追いすがります。キーオブラック先頭だ。キーオブラック、キーオブラック1着、2着にはどうやらリコーペガサス、勝ったのはキーオブラック、見事な勝利です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。クワイエットベルベール、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくクワイエットベルベール行きました。続いて前へ行くのはボールボタン、さらにはコートキャンディー、11番ハトゥーフ、その後ろグリングルーム、後方に控えました。もう一度先頭から先手を取ったのはボールボタン、その外にコートキャンディー、クワイエットベルベール、そのうちに続いています。その外にウィミズバイト、その外からディスコワイ、その隣にセイントドリーマー、その外からハトゥーフ、オレンジの帽子セーヌブリザード、その後ろもう一度先頭から見ていきましょう。ボールボタン先手を取りました。その後ろからはディスコワイ、すぐ後ろにイーストオブザムーン、青の帽子コートキャンディー、その後ろその外にウィミズバイト。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはベガ、さらにはコートキャンディー、その後ろにイーストオブザムーン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はベガ、ベガ後続を引き離す。2番手はイーストオブザムーン。さあベガこのまま逃げ切れるかどうか。ベガ先頭、3馬身から4馬身のリード。2番手はセーヌブリザード、残り 200m、 ベガ先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。2番手はハトゥース、ベガ独走、ベガぶっちぎりです。ベガ1着、2着はハトゥース。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ベガまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アランシー、これはいいスタートを切りました。フラッシュリング、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアランシーン、花に立ちます。その後ろからはラグビーキス、この馬も上がっていく構えです。さらにはストラテジックチョイス、9番フラッシュリング、その後ろトロピカルスマイル、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。ボーリング先手を取りました。その外にストラテジックチョイス、オレンジの帽子ラグビーキス、その後ろ内からはバランシーン、並んで4番ジャスミンキャリア、パールネーム、この馬もこのグループ、その隣にギャラントノバ、すぐ後ろにフラッシュリング、ラリタブライアン、後ろから内からはステイさん、その外からディスタントビュー、内からはグランドロッジ、その隣にキングズシアター、その横にベストウィンズ、しんがりからトロピカルスマイル。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からラグビーキス、先手を取りました。その外にエブンリーダッシュ、さらにはジャスミンキャリア、ピンクの帽子ストラテジックチョイス、その後ろバランシーン、そのうちに続いています。その外にギャラントノバ、さらにはパールネーム、その外にディスタントビュー、ボーリング、そのうちに続いています。青の帽子グランドロッジ、その後ろ後ろからの競馬になりました。ラリタブライアン、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。さあ先頭はヘブンリーダッシュ、ラグビーキス、ほとんど差がありません。ストラテジックチョイス、3番手ラリタブライアン、ぐんぐんと差を詰めてくる。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ヘブンリーダッシュ先頭、ストラテジックチョイス先頭、あと 200m、 ストラテジックチョイス先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ナリタブライアン差し切った。ナリタブライアン、ナリタブライアン1着、2着にはどうやらキングズシアター。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ナリタブライアン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前はムータラーム、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ムータラーム先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 ムータラーム先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。エルナンド先頭、ミシル、ランド追いすがります。ミシル先頭だ。ミシル1着、2着にはどうやらランド、勝ったのはミシル、見事な勝利です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアメリカンライデン。サードボール、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくアメリカンライデン行きました。続いて前へ行くのはサードボール、さらにはフェルシアンメール、10番バーボンスピード、その後ろ。では前の方から見てみましょう。アメリカンライデン先手を取りました。その外からサードボール、内からはフェルシアンメール、並んで8番アメージングレイス。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアメリカンライデン、その後ろからはバイオスウォード、並んで6番フェルシアンメール、アメージングレイス。この馬もこのグループ。内からはトールサンクス、黄色の帽子、ライブリマウント、いい位置につけました。黄色の帽子、バーボンスピード、その後ろ。その外からスペクタクル、並んで12番ダリビアンカレント、サンライズシュート。この馬もこのグループ。すぐ後ろにサーストーンウーマン、並んで7番ゴールグリーン。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてアメリカンライデン、バイオスウォード、ほとんど差がありません。アメージングレイス、3番手ライブリマウント、いい位置。鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアメリカンライデン。さあ直線に入りました。これからの勝負、アメリカンライデン先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 先頭はアメージングレイス、ライブリマウント先頭です。このまま押し切るか。ライブリマウント差し切った。ライブリマウント1着、2着にはどうやらアメージングレイス。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはライブリマウント。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。さあ先頭に立ったのはノーブルデー先頭、残り 100m、 ノーブルデー粘る、一気にレディースノー、最内から一気にオリーバース。ノーブルデー1着、2着にはどうやらオリーバース、見事に勝ちました。ノーブルデーレディースノー敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。
短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭は待機ブリザード。残り 100m 幅を一気にちきります。2番手はガラントバック。待機ブリザード今ゴールイン。段違いの強さです。待機ブリザード1着、2着はガラントバック。待機ブリザード見事一番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は河内トリビュート、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はブラウンシティ。残り 200m 河内トリビュート先頭だ。ブラウンシティ先頭。日本ピロプリンス、日本ピロプリンス、日本ピロプリンス1着、2着にはどうやらフェアアイドル。見事に勝ちました。日本ピロプリンス河内トリビュート完敗です。着外に沈みました。